ローディは、フィンランドのハードロックバンド。1992年、リーダーのミスター・ローディが、ラップランド地域、ロバニエミシダ結成したグループで、怪物の紛争と、叙情的な戦律にて知られている。2006年ユーロビジョンソングコンテストに出場し、フィンランドのアーティストとしては初めて優勝した。創設者ミスター・ローディ1990年代初頭、ロバニエミシ出身の、 小さなロックバンドに加わっていた後にミスター・ローディと名乗るリーダーはキッスのようなスタイルと演劇的な要素をバンドに加えようという提案に他のメンバーが賛同しなかったためだったした彼はローディという名を使い数年間でもテープを作り続けた1996年ローディのオリジナルメンバーはキッスのストックホルム公演を見に行く船の中で初めて出会いバンドを結成した 彼らは当初から驚々しいモンスタースタイルをまとい、パイロテクニクスを駆使し、ド派手な花火を飛ばしまくるパフォーマンスを心情として活動を始めた。これらやマスクのイメージは多くのレコード会社に拒否反応を引き起こしてしまい、拒絶、またはブラックメタルへの転向を提案されるなど、ローディがデビューするに至るまでには、右翼曲折があった。最終的には、 BMG 参加のドラッカーレコードが契約に同意し、発表した、ファーストアルバム、Get Heavy は、フィンランドで4万枚のヒットとなり、初シングル、宇宙ラブ u Love A Monster もチャート1位になった。2016年のコスチューム怪物のマスクと衣装は、ラテックスフォーム素材から作られている。最初にマスクを作り、その上に、パーツが一つ一つ乗り付けしてある。ミスター・ローディはインタビューで、 衣装のパーツの中には1996年当時のものが一部未だに使われていること、また制作費は数百ユーロであることを明かしている。バンドのメンバーはお互い助け合いながらメイクアップをしている。ローディの衣装はキスの影響を受けた彼らが作り出したものである。メンバーはこのモンスター装束をそれがいかに熱くるしかろうとバンドの重要な要素であると考えており。 素顔でのインタビューや写真撮影には絶対に応じない。ユーロビジョンソングコンテストの取材に来た BBC 放送へのほんの短い出演においても、それが強い直射日光が照りつけるプールサイドで行われても、その信念は未人も揺るがなかった。ただ、この番組出演時にローディは彼らの衣装が断熱効果を持っているということを発見するに至った。一方、 ラテックスフォーム製、コスチュームつながりというだけで、音楽のスタイルが全く異なるショックロックのグアーと人からげにされてしまうことも多い。かつてミスター、ローディのマスクがフィンランドの TV 局らによってオークションにかけられたことがある。その時には6701ユーロの値でフィンランドのビジネスマンが落札した。コスチュームがもたらす印象を バンドの方向性と密接につなげイメージを作り上げて、来た彼らの努力などお構いなしとばかりに、バンドとして成功したローディの素顔を暴こうと、新聞各紙は腰た々んたんと狙いをつけていた。2006年3月15日、フィンランドのタブロイドシールタサンマットが顔の一部が映った普段着のミスター、ローディの写真を掲載した。ローディはこれを侮辱だとして、 また10年もの歳月をかけて作り上げた、モンスターイメージを破壊する試みだとして非難した。ザ・デイリー・メール氏は、同年5月22日号に、マスクも、メイクアップもしていない素顔のローディと言われる、バンドの写真を掲載した。しかし後にこれは全く違うバンドである、チルドレン・オブ・ボドムだと判明した。誤解を生んだ原因は、元キーボード奏者のエナリーが映っていたためであった。これは、 エナリーがヘルプをした、チルドレン・オブ・ボドム1998年のツアーの頃撮影されたものではと推測されている。ただ、エナリーは2005年に脱退し、代わりに、アバが加入済みであった。ところが同日、ドイツのタブロイドシビルト・タイトゥングが、ビルト・アンカバードというコーナーで、ミスター・ローディの素顔写真を、彼こそ、モンスターのグランプリ、 ドイツでは最も醜いやつと評判との見出しをつけて掲載した。その後、ヨーロッパ中のタブロイドや新聞市場で写真が掲載されてしまった。2日後の5月24日、フィンランドのタブロイド紙ナナペイバは一面に素顔のミスターローディを載せ、さらに2日後には別のタブロイド紙キャッツォが残りのメンバー4人全員のマスクをつけていない写真を暴露した。しかし、この2紙は 読者からの激しい非難の集中放火を浴び、即座に謝罪をした上で二度と暴露写真を掲載しないことを約束させられた。同年5月26日のリトアニアのテレビでは、アテネの空港のテーブルに座る男4人と、女一人の黒子の集団を写し、数秒後ユーロビジアン TV のフィンランド人、コメンテーターヘッキパーソネンが、ローディの黒いシャツを着て、 カメラの前に立ちはだかるという謎のビデオ映像が流れた。ローディはフィンランドを代表してユーロビジョンソングコンテスト2006に出場。準決勝を勝ち上がり、決勝ではハードロックハレルヤを演奏して対戦したロシア代表ジーマ・ビラーンのネバーレッド融合を44ポイント上回り優勝した。彼らはアルバニア、アルメニア、 モナコを除いたすべての国でポイントを獲得した。その中で12ポイントを得た国は、デンマーク、エストニア、ギリシャ、アイスランド、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、イギリスの8カ国に上る。合計でローディは過去最高の292ポイントを得た。2006年冬には、前年の勝者であるエレーナ・パパリズーとのジョイントコンサートも企画されている。 これはローディからの申し入れによるものであり、エレーナは感激とともに受諾した。ただし、ローディの出場はフィンランドのみならず、開催地のギリシャでも物議を醸した。ローディがフィンランド代表に選出されたことに反発する者は多く、欧州教団体の指導者などは、タルヤ・ハロネン大統領に抗議の電話を直接かけたりもした。 開催地ギリシャでもローディに対する抵抗感は強く、彼らの参加を拒もうとする動きが沸き起こった。ギリシャのレストランバー組合の代表であるミセス、ニキ・コンスタンティーヌは、フィンランドとギリシャ双方の国民にあてた単願書を発表し、ローディのコンテスト参加を許可しないよう求めるとともに、彼らを悪魔崇拝者だと求断した。さらには、訴訟を起こす団体まで現れた。 これらの非難に対し、ミスター・ローディは、悪魔崇拝者が、ハードロック・ハレルヤや、デビル・イズ・エー・ルーザーのような曲を書くだろうかと反論し、完全否定した。このような論争があったにもかかわらず、もしくはこの論争のせいもあるだろうが、コンテストの決勝で党のギリシャは投票で、ローディに最高点を与えた。この背景には、ローディを批判する自国の保守的な勢力に反発した。 ギリシャ人若年層の動きがあったとの見方もある。また、ローディがデスメタル系バンドだという一部メディアの報道がコンテストの演奏を通じて誤解だったと明らかになった点も影響しているとも考えられている。ヘルシンキコンサートユーロビジョンソングコンテストの勝利を祝い、2006年5月26日ローディはヘルシンキのマーケットスクエアで無料の野外コンサートを開いた。 このライブは、コンテスト決勝の投票が行われている最中に、勝利を確信したローディが両手を挙げて、ターラタバターンと、叫び TV カメラの前で、マーケットスクエアで会おう、と予告したものだった。コンサートは、現地時間午後6時に開演し、前座の4バンド演奏後の午後9時に、ローディがステージに登場、6曲を披露した。コンサートには、 春やハロネン大統領も駆けつけ、その功績を称えて、ブロンズキーフラッグ賞を授与した。ローディをお目当てに押し寄せた観客は、フィンランドや他の諸国から9万人を超え、ヘルシンキを初めて訪れた人もいたほどだった。このコンサートの鳥を飾った、ハードロックハレルヤでは、聴衆のおおよそ8万人が一緒に合唱し、ギネスブックのカラオケ部門の新記録に認定された。 ユーロビジョンソングコンテストで知名度を上げたローディは、その活躍の場を国際的に広げ始めている。2006年秋にはイギリスで、ライブツアー、ブリンギングバックザ・ボールズ・ツー・ザ・ユー UK を、同じくフィンランドのバイキングメタルバンドのチュリサスオと、共に観光。ただし彼らが言うボールズが何を示すかは明らかに、されていない。また、日本では、 ザ・アラカリップスが2007年1月24日発売され、4月には日本公演も行われた。同年5月23日には、ファーストアルバム、ゲットヘビーの日本版もリリースされた。チューローディはモンスターコスチュームを常にまとい、メンバーの正体を常に秘匿している。以下に実名が記述されているが、 これらはマスコミにいるしているだけであり、バンドや所属レコード会社が公式に認めたものではない。2020年5月時点をオリジナルコンピレーション。ありがとうございます。